よかった。あんたたちはまだ私の中にいたのね。痛くているのではありません。あなたに食らわれて仕方なくです。悪いけど謝らないから。私たちを四聖主に捧げるために探していたんでしょ。そうよ。それも謝らないわよ。構いません。謝って許される罪などその程度のものですから。そうよね。己が身勝手さを自覚していることだけは褒めておきましょう。覚えておくがいい、最下の剣主。僕は何度生まれ変わっても同じことをする。私もです。私もよ。今何か？夢の話よ。自分の業の深さを思い知ったわ。ベルベット、前から話したいことがあったんです。そのあなたたちクーマとライフセットのことですが。気づいたのね、カノ主本体との関係に。はい。実際にやってみなければどうなるかわからないことですが。あんたが悩まなくてもいいわ。前にも言ったけど、悪いことは全部最下の剣士のせいにしとけばいいのよ。勝手に一人で背負い込まないでください。こんなことになったのは大魔士の責任でもあるんです。だからモアナたちのことは私が考えます。でもライフセットにはあなたが。話はそれだけです。どっちが勝手なんだか。けどちゃんと伝えなきゃいけないわよね。
よかった。ここは鎮静化してないよ。ミオを運ぶぞ。手伝ってくれ。おい、聞いてんのか？悪い。なんか頭の中を引っ張られるような感じがして。最近そんなことを言ってるやつが多いな。しっかりしてくれよ。ったく。正確にはまだというところね。急いだ方が良さそうじゃな。ベミック、モアナとメディサの領域から出るなよ。クーマはカノノシの一部だ。ある程度は鎮静化に抵抗できるはずだ。了解。副長たちこそ気をつけて。キララオス火山はノースガンド領の北端じゃ。ここからまだだいぶあるぞ。途中で補給をしたいところだな。火山のふもとにメイルシオという町がある。海に面しているものの、近頃は流氷が押し寄せて雪原できん。だが陸路からなら入れるだろう。ノースガンドだけでなく大陸全体で寒冷化が進んでいるようですね。寒冷化、カノノシの沈めの力が関係してるのかな。それとも四聖種が眠ったせい。どちらの可能性もあり得るが、考えすぎるとことの大きさに寒気が増すぞ。そうだね。けどどの道目的は変わらないわ。まずはメイルシオに向かいましょう。息子が王都から戻り寮の仕事を継いでくれる。確かにそれは俺の夢だった。だがこんな原始的な寮を続けていて本当に世のためになるんだろう。親父、何言ってるんだよ。その話はもう済んだじゃないか。お前の勉学の成果は国のため人のために役立てるべきだ。それが断りというもんだ。あのお父さん、様子が変ですね。漁業を発展させて国の食料事情を安定させるために俺が学んだことが役に立つって親父も納得したろ。そうだったな。しっかりしてくれよ。浸水の飲みすぎじゃないのか。晩酌程度の浸水どうってことあるか。疲れてるんなら今日は俺だけで寮に出てもいいよ。冗談は顔だけにしろよ。まだまだお前一人に船を任せるわけにはいかんわい。おとぼけ漁師の父さんは愉快で不快に記憶な感覚、まどろませるは神のごかごか浸水。船乗りが浸水で潰れるのは船酔いするのと同じくらいの大恥だ。お父さん、今日はお仕事終わったらみんなで手長ガニの鍋大会だよ。寒冷化が進んで手長ガニの生息域が広がっている。お仕事頑張ってね。カニばかり繁殖すると他の漁に影響が出る。あの人、お父さんなんか変だよ。すまんすまん、なんだか急に頭がぼーっとしてしまったみたいだ。船の上でぼーっとしてると海に落ちちゃうよ。そうだよな、気をつけないとな。頑張ってね。あのお父さん、様子がおかしかったね。きっと鎮静化の影響がこっちにも出始めてるのよ。俺たちは流れ者のあいつをこの町に受け入れてやった。それなのに盗みを働いて喧嘩ばかりして船を盗んで逃げていきやがった、それを見逃してやった自分も同罪だ。不正には厳しくあるべきなのに
相変わらずエラビーサにはならず者が流れてくるんだな。え、今何か話しましたか？自分が言ったことを覚えてないのか？はい、変なことを言ってませんでしたか？お前は割といいやつだって話さ。え、あまり自分を責めないでくださいね。え、ビクション！前に来た時より寒くなってるデュフ。確かに以前は肌寒い程度でしたが、今は体の芯から冷えてくるようです。僕が温めて。結構で。おや、くしゃみが伝染しとるのか。プシュー、サブー。ここがこれほどに寒いとなると、先の外部力表地が思いやられるの。キララウス火山に続く氷雪地帯よね。そんなに寒いの？俺も修行で何度か山ごもりをしたが、雪も多いし、人間にとっちゃなかなか寒い場所だろうな。なんであんたがくしゃみをしてるの？ゴーマは寒さなんて感じないでしょ。いや、今のは雪が鼻に飛び込んできて。くしっ。お前もしているじゃないか。風で髪が流されて鼻がくすぐったかったのよ。でも僕が読んだ古文書には、ガイブルクのあたりはあまり雪は降らない場所だって。火山から流れ出たマグマや地熱の影響だな。古文書には平原と記されていたはずだ。うん、キララウス火山は噴火活動も活発で、温泉地としても人気があったみたいだね。だが今では。なんだ、どうしたの？みんな待ってるんじゃない？あんたたちのくしゃみを。そうデフ、この流れはいわゆる天丼デフ。景気のいいのが欲しいところじゃの。ごめん、くしゃみ出そうにない。今度くしゃみ練習しておくよ。やれやれ。冗談じゃねえ。ここがメイル市よ。熱の警備3日だと、ざけんな。ちょっと採掘をサボっただけじゃねえか。ねえ。ああそうだ、用があるなら勝手に入れ。そうさせてもらうわ。くそ、くそ、町の家がつらめ。北の果てにもたくさんの人が住んでるんだね。キララウス火山だけで取れる塩石の採掘で生計を立てている町だ。つまり火山に異常が起これば壊滅するの。二人の魂を使った上にこの町まで。非道よね。罵っていいわよ。そんな資格はありません。私たち清涼も同じことをしてきたのですから。こんな厳しい場所でも人が生きていけるのは、きっと寒さを感じて寒さと戦う心があるからだよ。だから僕は、混乱が起こっても混乱を感じなくなるよりずっといいと思う。じゃな、心が動かぬせいなぞ、クソくらいじゃ。はい、クソくらいです。問題はベルベットが貯めた魂で四聖種全員を起こせるかどうかだな。四聖種の休眠とカノヌシの覚醒が関係しているなら、奴を封じるには四聖種全員の力が必要と考えるべきだ。多分2体しか起こせない。私の中に残っているのはテレサとオスカー、二人の魂だけだから。確かなのか？ええ、わかるの。
聖書2体でカノヌシに対抗できるか否か。責任は取ります。不足は私の魂で。足りなきゃシグレを呼び出せばいい。あいつの魂なら生贄にちょうどいい。ならばメルキオルのジジイもじゃな。カッチコチに凍っておるゆえ、汚れてはおらんぞ。特等二人を相手にする気ですか？俺はもともとそのつもりだ。見逃してくれるような弾でもないしな。むしろ、アルトリウスとカノノシが動けない今が、奴らを倒す好機だ。安全策なんてクソくらえ、ですか？そういうことじゃな。わかった。私に任せて。任せればいいが、どうするんだ？火山への道は町の一番奥みたいね。まずは町を回ってみましょう。サイカの剣士の噂を聞いたかい？サイカの剣士の噂？ヘラビーサを皮切りに国中で暴れてたゴーマがやっと清涼に退治されたそうだよ。目が合うと噛みつかれるとか、人間を餌にするとか、狼の顔を持ってるとか、そんなのがこの町に来たらどうしようかと思ってずっと心配だったけど、ちょっと安心したよ。そう、噛みつかれなくてよかったわね。ええ、本当によかったよ。ゴーマなんかに殺されたくないからね。そうね、ゴーマに会ったら逃げた方がいいわ。メイル潮は年々寒くなってきてるんだ。昔は春や夏が短いながらあったんだけどね。常夏ならぬ常冬の街になっちゃったのよね。暮らすのが大変そうだね。でも遠赤は暖房以外にもいろいろなことに使われるから、国中で必要とする人がいるだろう。だからみんな大変なこともあるけど、仕事に誇りを持ってここで暮らしてるんだ。いくら寒くなったってこの町は故郷だし、住んでる人たちの心はあったかいんだから。心身ともに温かい町なんですね。いいこと言ってくれるじゃないの。この町に来たなら温泉には必ず入っていけなよ。あ、でも源泉は暑いから雪を入れていい塩梅にして入るんだ。雪だぞ雪。門番をしてる奴に嫌なことをされなかったかい？門番させられてることに随分怒ってたが、俺たちはすんなり通してくれたぜ。3日連続で警備をさせるのはあまりにも厳しいって分かってるんだ。でもあいつはよその町からの流れ者で、仕事も真面目にやらないし、手癖も悪くて、遠赤の採掘作業をサボってみんなが働いてる間に留守の家に入って盗みを働いたんだ。それで町の外に立たせてるってわけか。ああ、もちろんご飯は差し入れてるし、嫌なら村から出て行ってもいいとは伝えてある。じゃが、あんなのが門番として役に立つのかい？悪さはするくせに気が小さいやつなんだ。ゴーマが出たら真っ先に門を閉めて逃げてくるはずさ。あいつは行き場がないみたいだし、そのうち反省してくれるといいんだけどな。あまり館中に立たせ続けると天国に行き場を見つけてしまうかもしれんぞ。静かで美しい街ですね。雪で白いだけだろ。その白さがいいんじゃないですか。僕も綺麗だなって思うけど。住んでる連中が美しいとは限らんがな。もう愛禅まで。サボった男を極寒の外に3日も立たせておくような優しい連中じゃからな。あの男がろくでなしかもしれないし、どの町にだって日向もあれば日陰もあるでしょ。それは分かってますけど。ここで話し込んでても仕方がないわ。様子を見ながら町の一番奥まで行くわよ。巡察官なんだから自分の目で見て考えたら。ええ、そうしてみます。
何をしてたんだ。その警備がゴーマになったんだ。今のうちに逃げて。悪いけど利用させてもらうわよ。ソロン7の肩手に入れていくぞ。何やってんだ。何やってんだ。全員邪魔して。ありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。星稜の特等大魔師に伝えなさい。次の日の夜、私はキララウスに生贄を捧げて聖主カノヌシの力を削ぐ。止められるものなら止めてみせろ。腕でゴーマを食らった。こいつは我が名はサイカ。サイカの剣士ベルベットだ。さあさあ、この町はもう我らがものじゃ。人間どもはとっとと南へいねえ。さもなくば食らうぞ。こやつが骨までしゃぶるぞ。食われるぞ。逃げろ。すっきりさっぱりしたな。そうね、けどなんじゃの。骨なんかしゃぶらないわよ。しつけは姉さんにちゃんとされたの。そりゃもったいないの。骨周りの肉が一番うまいんじゃぞ。そうだね。とにかくこれで私たちの戦いにメイルシオの人を巻き込まずに済みますね。もう十分巻き込んでるわ。今まで築いてきた生活を奪ったんだから。そもそも特等どもを呼び寄せるためにやっただけよ。それでも感謝します、サイカの剣士。聞かなかったことにしておくわ、一等大魔師様。南に集団が逃げてったけど、何事だよ。ベンウィック、どうしてここへ。副長に届け物ができたんです。黒金やモアナたちも一緒だよ。モアナまで。どうしても追いかけるって聞かないんだ。エレノアが死ぬ夢を見たんだって。モアナ。シグレたちが来るまでどれくらいかかるかな。そうさな、到着は日の夜あたりじゃろて。なら、ちょっと時間をもらうぜ。黒金は俺に用があるんだろ。ああ、そう言ってた。ちょうどいい。おのおの休息をとっておけ。そうね。戦いの準備も必要だし。最後の自由時間かもしれん。例によって、思い残すことがないようにな。フィー、何があるかわからないから。町から出ちゃダメよ。僕、ベルベットと一緒にいてもいい？いいけど、いいの？うん。なら、好きにしなさい。また妹に手紙書いてるの？違うよ。返事を持ってきたんだ。珍しいよな。不吉なことが起こらなきゃいいけど。黙れ。よかったね、アイゼン。以前の手紙でお前たちのことを知らせた。会ってみたいと書いてある。物好きな妹ね。物好きさ。あいつを傷つけちまう死神と一緒に暮らしたいなんて言うほどな。僕も会ってみたいな。一つだけ言っておく。妹に手を出したら殺す。
でしょう。副長、男には必ず言うんだから。バカ兄ね。兄バカと言え。それはいいのかよ。いつか一緒に会いに行こうね。いい度胸だ。うん、自分の舵は自分で取るんだ。そうだな、俺もお前たちもあいつもな。この音は？黒金だ。また刀を打ってるんだね。ああ、自分の体を太刀に打ち直している。自分を刀に？できるの？そんなことが。さあな。だがあいつはやるって決めたんだ。別れの杯は交わした。しぐれとゴーランに勝つために。そうだ、連れを刀にして兄貴を斬ろうって言うんだ。ひどいやつだろ。人のことは言えないわ。いいや、体がどうだろうがお前は人間だよ。愛しているから憎んで、怒った分だけ悲しむ人間だ。黒金も同じだ。あいつも認めたんだよ。自分の中にゴーランへの憎しみだけじゃなく憧れがあるってこと。だから願ったのね。それもこれも全部まとめてぶつけたいって。しぐれもそうだ。あいつも善も悪も飲み込んで前に進む人間の強さを持ってやがる。ゴーマの俺が及ばない強さをな。うだうだ悩むなんて似合わないわね。誰より強い剣士でありたい。だからあがいて戦って技を研ぎ上げる、そういう男でしょあんたは。おう、それが俺だ。嫌いじゃないよ、そういう六郎。俺もさ、ありがとな。98、99、100。もういいかい？もういいよ。じゃあ、行きますよ。ノリノリね。いえ、モアナがどうしてもというので。エレノア様、モアナの後をつけたでぐゆ。あっちに隠れてるでぐ。子供相手なのに手段を選ばないんだ。違います、ズルはダメよ、ビエフ。マヒル姉さんにはいつもやらされてたでぐよ。あの人は反面教師です。エレノア、なんで探しに来ないの？モアナ見つけました、ダイルも。そんな、ずるいでふー。ずるじゃありません、ビエンフーのずるを利用した知的な作戦です。作戦は堅実に、対応は柔軟にね。はい。モアナ、私もなかなかやるでしょ。心配しなくても大丈夫ですよ。モアナ、エレノアは信じてるよ。ビエンフーが迷惑かけないか心配なだけで。僕のせいでこか？ビエンフーのことも任せてください。みんな無事に戻りますから。わかった。約束だよ。モアナ、安心したなら帰ろうぜ。寒すぎて冬眠しまうよ。姉ちゃん
次はダイルが鬼、ワニだから。俺はワニじゃなくてトカゲだぞ。似たようなもんです。全然違う。ワニは尻尾切れねえだろ。方法はきっとあるはずです。人とゴーマと精霊たちのために何をすべきか、私はそれを見つけます。何年、次の世代、次の次の世代、たとえ千年かかっても。気の長い話ね。きっと見つかるよ、エレノアなら。必ず。思い込んだら頑固ですから。うん、よく知ってるわ。最下の剣手、あなたが何を企もうが勝手。でもモアナを巻き込むなら承知しないわよ。今さらね。不安なら今ここで私を倒しなさい。言ったわね。クシャン。宿屋に温泉があるのを見つけました。風邪をひく前に入りなさい。気が利くの。風呂に浸かって英気を養うとするか。そうね。ピー、一緒に入る？やだよ。遠慮しなくていいわ。宿のお風呂だから広いわよ。そういうことじゃ。くしゃ。ほら、早く温まらないと。もう、なんでそういうこと言うの。僕は一人で入るから先に行って。はいはい。どうかした？ちょいとやぼようじゃ。こやつらの面倒を見てやっておくれ。呼び出しは届いたようじゃな。四聖種の復活を企んでいるのだな。さすが察しがいいな。分かっているはずだ。そんな下法を使えばどれほどの混乱が起こるか。カヌヌシが増幅していた霊能力が元に戻り、精霊も意志を回復。多くの対魔師が力を失い、精霊の管理体制は崩壊するじゃろう。ゴーマの脅威はそのままにな。のみならず、数百年は地水火風の自然バランスが大混乱するはずじゃ。異常な地殻変動、気候や海面の大変化に火山の爆発。お祭り騒ぎじゃな。文明も大きく後退するぞ。キララウス火山一つとっても、噴火によって遠石が失われれば火薬の製造が不可能になる。それも一興。ま、心配せずとも案外なんとかなるもんじゃて。頑張れ人間じゃよ。人を何だと思っている。汚れを生む悪の源泉、故に情を沈め理による秩序をもたらす。人が己が罪業を悔い改め超越する日まで。じゃろ。そう、だからこそのカノヌシ覚醒だ。我らはそのためのステイシ、汚れ役、救世主たる同志の影か。戻ってくる気はないのか。お前がメイビンを名乗った意図は。おしさんらの理想は退屈すぎるわい。だが正常な世界だ。造花の箱庭じゃよ。見てくれだけのまがいもんじゃ。
正しい断りと秩序がある。歪んだ断りじゃ。花が枯れねば幸せか、狼が草を食えば満足か。気色悪いわ。そんな世界を願う者も、囲われて満足する奴らも。毒虫とて食いたいものを食うぞ。名もなき花とて咲きたい場所に咲く。他人にとってはどうでもいい願いにも、決して譲れぬ生きる証があるんじゃ。それを悪と呼ぶなら、わしは悪として生きて死ぬわい。ならば踏み潰すまでだ。どこまでも上から物を言いやがる。手を貸すぜ、マギル。待った、決着は後じゃ。こやつは最下の剣手への供物じゃてな。メルキオル名便火山で待っておれ。案ずるな、お主の最後はわしが見とる。いいだろう、まとめた方が踏み潰す手間がかからん。だった。そっちはどうだった？あったまったよ。顔赤いわよ。のぼせた？別に平気だよ。髪溶かしてくれる？いいの？お願い。気をつけて。抑えられないの。やっぱり綺麗だね、ベルベットの髪は。僕があの力、あの白銀の炎を使いこなせたら、ベルベットを人間に戻せるかもしれない。戻るか。もしやり直すことができるなら、毎日あんたにご飯を作ってあげる。私のキッシュはお店で売ってるのより美味しいんだから。じゃあ水汲みと薪割りは僕がやるよ。一人でできる？できるよ。すぐに背だって伸びるし、力だって強くなるんだから。そうね、きっとそうなるわ。じゃあ使いこなす方法を探して。ダメよ、私はいっぱい犠牲を出しちゃったから、もう引き返せないほどたくさん。ベルベット、それどころか犠牲を払ってまだ進もうとしてる。カノヌシを殺せば、あいつの一部であるクーマたちはどうなる？元に戻るの？それは死ぬ可能性が高い。わかってるのよ、私は自業自得。でもモアナやメディサは、それにカノヌシとつながってる。フィー、あんたは死ぬかもしれないって分かってる。知ってて行こうとしてるの。私が巻き込んだみんなを、私を救ってくれたあんたを犠牲にして。最下の剣手は魔王なんかじゃない。自分勝手で最低な女なのよ。本当のこと言うよ、僕は
フィーって呼ばれ方。あんまり好きじゃないんだ。ちょっと子供っぽすぎるよ。ロフィーにも同じこと言われた。やっぱりね、ベルベットは男心がわからないんだよ。悪かったわね。ベルベットは中かい？ええ、でも今はちょっと。いるわよ。休憩はここまでじゃ。特等どもが来よったぞ。あの日と同じ日の夜。ビビったかよ、ベルベット。誰がよ。心配するな。しぐれは任せろ。黒金は？一緒だ。しぐれは、俺と黒金が切る。アイゼン。悪いけど、メルキオールは私が食らうわよ。わかった。だが、決着は見届けさせてもらうぞ。マギル、あんたは好きなようにかき回しなさい。言われんでもの。ベンウィックたちは頃合いを見てバンエルティア号に戻って待機して。はい、マム。ライフセット。行こう。エレノア。ライフセットをお願い。はい、もちろんです。行くわよ。特等タイマシを殺し、世界を混乱の炎で包む。安心してね、モアナ。何も心配することはないから。心配？メディサ、心配があるの？なら、モアナが聞いてあげるよ。誰にも言わないから大丈夫。モアナ、口が固いって、巷で評判だし。じゃあ、聞いてもらおうかしら。どうぞ、ご遠慮なく。ベルベットたちは、最後の戦いに出かけたの。その戦いは、モアナにとっても、私にとっても、世界にとってもすごく大事なことなの。どれくらい大事？わからないくらい、すごくよ。戦いの結果も、その先にどうなるかも、今はわからない。それは、困るね。そう。だから、どんなことになっても、モアナが無事でいられるよう、神様にお祈りしようと思ったんだけど、それは変だなって。なんで？私の神様は、お祈りをする人の気持ちを消してしまう神様だったから。変な神様だね。お祈りする人がいなくなったら神様も寂しいと思うけど。そうよね。私もそう思うわ。なんかわかった。メリサはすっごく大変なことが起こりそうなのに、頼れる人がいなくて心配なんだね。安心して、モアナはメリサのそばにいるから。それにダイルやオルト、トロスも、あと、クワブトもいるし、メディサは一人じゃないよ。モアナ。子供と
トカゲと動物じゃ頼りにならないかな。うん、神様よりずっとずっと頼りになるわ。ありがとう、モアナ。神様よりは言い過ぎだよ。でもモアナが危ない時はきっとお母さんが助けに来てくれるから、それは絶対だから安心してね。お母さんは必ずモアナを助けるわ。うん、絶対。モアナ、メディさん、何かモアナたちを救う方法があるはず。わからないわ、私には。私が何とかしなきゃ、モアナのために。グリモ先生、カノヌシの覚醒について古文書を解読できたんだよね。ええ、タイタニアを脱出した直後にね。お役に立てなくて悪かったわね。なーに、結果オーライじゃよ。あんたが言うな。なんじゃ、グリモ姉さんを責める気なのかい？別に責めないわよ。ただカノヌシの性質は知っておきたい。解読できたことを教えてください。いいわ。カノヌシの完全覚醒に必要なのは汚れの量ではなく八つの質だったのよ。いわく絶望、憎悪、鈍乱、傲慢、愛欲、執着、逃避、利己。それぞれを各クーマが担当しておったなら、ベルベットは憎悪、モアナは鈍乱じゃな。傲慢はメディサ、テレサが愛欲、オルトロスは執着か。あとはグリフォンが逃避で、残るクワブトがリコかな。アルトリウスたちは絶望も私から奪おうとしてたけど。そもそも7体の空まで8つの汚れという点に矛盾があるのよ。おそらく8つ目の汚れを入手することがカノヌシ覚醒における最後の難関なのでしょうね。なるほど。であればアルトリウスの行動にも特進が行くわい。すべてはベルベットの憎悪を育て絶望に落とすための策だったんじゃな。ベルベットの弟を利用して。けどだとしたらクーマ集めは無駄じゃなかった。今奴らは絶望の汚れを入手することはできない。テレサの代わりに生まれたクーマが一体おるはずじゃぞ。ええ、けどテレサを倒した後、星稜は私の確保にあれだけの戦力を投じた。おそらく新たなクーマを確保できていないせいよ。いたとしてもそいつは絶望を持っていない。アルトリウスはお主の絶望を生むために3年の歳月をかけた。それがカノ主の求める質だとすれば、確かに一朝一夕に手に入るものではないの。でしょ。つまり攻めるなら今ってことよ。そうよね。でも何か引っかかるの？ええ、汚れの質という矛盾がね。質を問うということはそれが純粋であるということ。クーマは純粋な汚れを選び取って食らうわけよね。うん。本来不純である汚れに純粋に反応することがクーマに必要な条件だとすれば、そんな矛盾した資質を持った人間はそりゃあめったにいないわ。なら安心なんじゃ。でも似た資質を持ったものを私は知ってるのよ。世にあふれる汚れを純粋に沈めようとした歴代の筆頭タイマシたちを。それってどういう？ただの懸念よ、今はね。星稜に出入りしてる商人から聞いたんだが、第四種管理地区に奇妙な島があるらしい。島から帰ってきた大魔師が寝込んでうなされて奇妙なことを口走ったって言うんだ。奇妙ってどんなこと？壁が動き出して襲いかかってきただの、妖精が目の前を飛んでるだの。そういうゴーマもいるんじゃないの？それがなんかしまいにはそいつが背中は見たくない、
背中が嫌だって。背中が嫌って、どういうことよ。それがわからないから奇妙なんだっつーの。背中が見たくないってことは、ゴーマの背中を見て嫌な思いをしたのかな。よくわからないが、とにかくその島へ行くなら、背中には気をつけた方がいいぜ。僕の力でカノヌシを封じられれば。気合入ってるな、ライフセット。けど気負いすぎるなよ。お前は真面目すぎるところがあるからな。僕は真面目なんかじゃないよ。すごく自分勝手な悪者なんだ。おお、そうなのか。だが自分勝手と分かった上で自分で決めたんだろ。うん。だったら俺と同じだ。あとは自分の流儀を貫く。それだけだ。俺もゴーマだからな。たとえお前が極悪人でも別に構わないさ。ありがとう、アイゼン、ロクロ。ベルベット、諦めないでくださいね、ライフセットのこと。宿で立ち聞きしてたわね。おやおや、一刀対魔師ともあろうものがなんとハレンチな。そうですが、違います。私が言いたいのは。わかってるわよ。見ててくれる人がいなかったら、どんな自分勝手も虚しいし。はい。まったくじゃの。